ズコンの3連敗で不穏な空気が漂い始めたカップ界隈、劇的勝利から一転してサヨナラ負けとあってはさすがにファンの心も落ちてしまっているかな。昨日は眠れないんだ。悔しい気持ちは選手もファンも同じだよね。それでも試合はまたやってくる。新井監督も強気な発言で選手を鼓舞しているよ。全然関係ない関係ない、今日はもう終わったので明日のことしか考えていません。そう話す姿は昨年のこの時期にもよく見られた姿。昨年は一時首位に立つも阪神に突き放され、2位もギリギリでの確保、実質優勝が途絶えた時でも前向きな発言は続いていたよね。そう考えると試合数も一番残していて、首位と 0.5 差の2位につけているのは落ち込む必要はないと思う。というか思いたい。落ち込んでしまう。一日一日順位が入れ替わる今世、昨日勝ち越し打を含むマルチ的自打を放ったこその選手は、状態とか調子の良さは関係ない、その場面で粘り強く仕事をしていくと勝つための一打が重要と話していたよ。チャンスでことごとくタイムリーを打たれた床田選手も、逃げていては後々大事な場面で勝負できなくなると今後も見据えているみたい。今日先発予定の大瀬良選手は、身を粉にして投げたいと今季初の中5日登板に燃えている。選手たちが前を向く中、ファンにできるのは声援という後押し。今日からのホーム3連戦、絶対勝ち越していきたいね。ということで、3連敗後の監督選手のコメントでした。